スーフォールズは、アメリカ合衆国サウスダコタ州東端に位置する都市。オマハの北約270キロメートル、ミネアポリスセントポールの南西約300キロメートルに位置する。ダコタ語での名称は、イアオカブリカ州アハといい、これは、石の破片の街を意味する。人口は153,888人で、同州最大、かつ南北ダコタ領州最大である。 スーフォールズに軍庁を置く、ミネハハ軍を中心に4軍にまたがる、都市圏は228,261人の人口を抱え、州の人口の1、4教を占める。地域の大部分はミネハハ軍内にあるが、一部は南に隣接する、リンカーン軍にかかっている。スーフォールズは1856年に創設された。市名は、戦士時代から、 多くの人の関心を引きつけてきたビッグスー側の滝に由来している。古くは農業の中心地、また採石場の町であったが、20世紀中盤以降は製造業が発展し、1970年代以降は医療や金融が地域経済のようとなっている。また、経済面のみならず文化面においても、スーフォールズは、 州の中心的な都市となっている。ビッグスー川を前面にした、スーフォールズの長官図その名が示すように、スーフォールズの歴史は、ビッグスー川の滝を中心として流れてきた。この滝はおよそ1万4000年前、最終表記に形成された。やがて表記が終わると、氷溶け水が川に流れ込んで侵食が進み、渓岸からなる淡いピンク色の元岩層が現れた。 この景岸自体は約15億年前に浅い海底の堆積物から形成されたものである。この滝は古くから人々の関心を引きつけてきた。この滝の周辺には紀元前500年よりも前から古代のネイティブアメリカンが住みついていた。彼らが川沿いの高い崖の上に作った墳糾墓は現代においても数多く残っている。 後からこの地にやってきて住み着いた部族は、威嚇村を作って、農耕社会を形成した。18世紀には、バイソンの軽移動型狩猟採集民族であるラコタ、族やダコタ族がこの地にやってきた。同じ頃、フランス人ケガワワナ漁師たちがこの滝を訪れた、形跡も、この頃の地図に見られる。また、ルイス・クラーク探検隊の1804年8月の、日市屋、 ジョンシー・フレモンと及びジョセフ・ニコレットが1838年にこの一帯を探検した際の記録にもこの滝についての記述が見られる。1856年にはジェイコブ・フェリースが著書ザ・ステーツ・テリトリーズ・オブ・ザ・グレート・ウエストの中でこの滝を記述し、これが街を作ろうとする者たちの関心を呼ぶことになった。やがてこの滝の美しさ。 および滝のもたらす水力から、この地に、町としての将来性を見出した二組の土地投機化が、動いた。1856年に、アイオワ州ダビュー区の、ウェスタンタウンカンパニーが、そして翌1857年には、ミネソタ巡州の巡州とセントポールの、ダコタランドカンパニーが、相次いでそれぞれ、この滝の周辺の土地320エーカーの所有権を、主張し、 町を区画した。しかし、この地にもともと住み着いていたネイティブアメリカンの脅威にさらされるようになると、両者は町の防衛のために共同するようになり、共に芝の仮設バリケードを作って、フォート SOD と呼んだ。この新たに創設された町では、最初の年に17人が越冬した。その翌年には、この町には40人が住み着くようになった。 しかし、1862年に、ダコタ戦争が勃発し、町にほど近いミネソタ州南西部一帯が、戦火に包まれるようになると、二人の入植者が殺害されたのを受けて、同年8月に町は、ヤンクトンに退避した。放棄された町はやがて略奪され、焼き打ちにされた。その後、1865年5月に、ダコタ砦が建てられると、 避難した入植者が戻ってくるとともに、新たな入植者を呼び込み、町は復興した。1876年、ヤンクトンで開かれた第12回ダコタ巡州議会での議決により、スーフォールズは1200エーカーの損益を持つ村として、正式に法人化された。しかし、村という行政形態では、制約が大きすぎたため、スーフォールズは、 死政思考を陳情し、1883年3月3日に、これが、順州議会で認められた。1880年代に鉄道が開通すると、スーフォールズは、高い成長を遂げた。1880年の国勢調査時には2167人であった。人口は、わずか10年で5倍近くに膨れ上がった。しかし、1890年代に入ると一転、 深刻な公害と全米的な不況によって成長が著しく鈍化した。その後20世紀に入ると、1909年のジョン・モレル、生肉工場の開業、第二次世界大戦時下の1942年には、陸軍航空軍基地及び、ラジオコミュニケーション訓練学校の設置、そして終戦後の1960年代初頭の、週刊高速道路開通により、 市は、再び大きく成長した。スーフォールズのダウンタウン1970年代に、入って、中西部の主要都市がのきなみ衰退していく中に、あっても、スーフォールズは成長し続けた。1981年、州の貸金法緩和に乗じて、シティバンクが、クレジットカード部門の主力をニューヨークから、スーフォールズに移した。この動きについては、 スーフォールズが20世紀第4四半世紀以降にも人口と雇用を伸ばし続けた、その主たる起爆剤となったと見る者も,もいる一方で、スーフォールズの地域経済の主役が製造業から医療、金融や小売へと移行していく全体的な流れの中のほんの一部に過ぎないと見る者も,もいる。スーフォールズのダウンタウンスーフォールズの地域とビッグス川側の流路 および主要道路を示す地図スーフォールズ都市圏の地図、スーフォールズは、北43度32分51秒整形96度43分46秒、北43.54750度整形96.72944度、43.54750-96.72944に位置している。市は、サウスダコタ州東端南部にあり、 アイオワ州との宗教からは北西、約 12km、ミネソタ州との宗教からは西へ、約 24km である。オマハからは北へ、約 270km、ミネアポリス・セントポールからは南西へ、約 300km に位置する。ビッグスー川の滝からダウンタウンを望むアメリカ、合衆国国勢調査局によると、スーフォールズ市は総面積 190.2EQ。 平方キロメートルである。そのうち188.97平方キロメートルが、陸地で1.32平方キロメートルが水域である。総面積の0.69%が水域となっている。地域は、有事型に蛇行して流れるビッグスー川の流路を中心に、なだらかに連なる丘の上に広がっており、その有事の内側東部にダウンタウンが形成されている。 また、この U 字型を塞ぐように、四北端に立地する、スーフォールズ地域空港の東側を回り込んで、スーフォールズダイバージョンチャネルという運河が、掘作されている。やや起伏のある地形のため、標高は場所によっても異なるが、ダウンタウンに立つ、視聴者の位置では、標高437メートルである。ダウンタウンの北端には、市名の由来ともなったビッグス川の滝があり、 周辺は、フォールズ公園として整備されている。スーフォールズの都市圏は、地域の大部分が属するミネハハ郡、その南に隣接し、市南部の一部がかかる、リンカーン群お及びそれら2郡の西にそれぞれ隣接する、マクック郡、ターナー郡の四郡からなっている。その合計面積は6670平方キロメートルで、島根県の面積に、 ほぼ相当し、栃木県や群馬県の面積よりやや広い。これら四群内には、スーフォールズのほか、人口数千人から1万人程度の衛星都市が、I-29、I-90 の2本の、週間高速道路をはじめとする、幹線道路沿いなどに点在している。厳冬期に氷結したビッグス川の滝内陸に位置する、スーフォールズの気候は、大陸性で、 時折蒸し暑くなることのなる夏と乾燥して寒さの厳しい冬に特徴付けられる。欠片の気候区分では中西部に広く分布するや艦隊出順気候に属する。アメリカ合衆国のオムショーによるハーディネスゾーンは4ビットである。最も暖かい7月の最高気温の平均は約摂氏29度に達するが最低気温は平均摂氏17度まで下がり、 平均気温は摂氏23度程度である。最も寒い1月の平均気温は氷点下摂氏9度、最低気温は平均氷点下摂氏14度まで下がり、日中でも氷点下摂氏3度程度までしか上がらない。例年では9月から5月までは気温が氷点下に下がる日がある。降水量は春季、夏季の4月から9月にかけては多く、 月間70から100ミリメートル程度、逆に冬季の12月から2月にかけては少なく、月間15から18ミリメートル程度、その他の月は、月間35から55ミリメートル程度である。また、冬季の11月から3月にかけては、月間17から21センチメートル程度の降雪が見られる。 年間降水量は675ミ、mm、リメートル程度、年間降雪量は115センチメートル程度である。また、スーフォールズ都市圏を含むサウスダコタ州東部は、トルネードアレイと呼ばれる竜巻多発地帯の北縁にあたり、南のネブラスカ州やアイオワ州ほどではないものの、竜巻に見舞われやすい。二千十九年九月十日には、市南部で三つの竜巻が相次いで発生し、 37棟が全半壊した。アベラ心臓病院の病棟4棟のうち1棟も被害を受けたが、動員スタッフによる迅速な患者の退避もあって、100人以上、いた動員の入院患者を含めて死者、重症者は一人も出さずに済んだ。爆破解体失敗直後、大きく傾いた状態のジップ資料工場、サイロスフォールズのダウンタウンは東にビッグスーガは、 西にミネソタ・アベニュー、北にサード・ストリート、南にフォーティーンス・ストリートに囲まれた範囲内にほぼ収まっている。ダウンタウンの街路は比較的整然と区画されており、東西に通る通りはストリート、南北に通る通りはアベニューとそれぞれ呼ばれている。東西に通る通りはフィリップス・アベニューを境に、東と西に、また南北に通る通りは ナインスストリートを境に、南と北にそれぞれ分かれている。スーフォールズで最も高い建物は、ダウンタウンのダコタアベニュー沿い、ナインスストリートとテンスストリートの間に立つ高さ53メートル、11階建てのセンチュリーリンクタワーで、サウスダコタ州全体でも最も高い建物である。2005年末に取り壊されるまでは、ダウンタウンからビッグスー川を隔てた対岸に立っていた。 ジップ資料工場の高さ61.6メートルのサイロがスーフォールズ及びサウスダコタ州全体でもとも高い建物であった。このサイロは当初爆破解体されたが失敗し48メートルを残し大きく傾いた状態で立っていた。そのため地元住民はイタリアのピサの車頭になぞらえてこの様をジップの車頭と揶揄した。その後このサイロは クレーンと鉄球を用いて、2週間かけて解体された。スーフォールズ市長者、ミネハハ群長者、スーフォールズは、市長制をとっている。市の立法機関である、市議会は市長及び8人の市議員からなっている。8人の市議員のうち、5人は市を5つに分けた、小選挙区から1人ずつ選出され、残りの3人は、全市から選出される。 市議員の任期は4年で、多選は連続2期までに制限されている。加えて、市議会は議事録を取る、初期間を任命する。議決にあたっては、市議員の過半数にあたる5人の賛成により可決となり、4から4で同数の場合は、市長の票により決定する。市長は、市議会の一員であると同時に、市の行政の長である。 市長は、市議会に対して、市政の現状を報告し、必要に応じて、施策を押す権限と義務を負う。また、市長は、市政府各局の局長を任命、監督する権限や、必要に応じて、市政府につぼねを創設する権限を有する。市長による、局創設は、6人の市議員の反対により、無効化できる。また、 市の行政の最高責任者としての役割に加えて、儀礼的な場においては、市長は、市の代表としての役割を果たす。市長は、全市から1名選出され、その任期は4年で、他選は、連続2期までに、制限されている。ウェルズファーゴのスーフォールズ支店スーフォールズの、地域経済は、古くは、農業や採石業を中心としてきたが、20世紀後半に、 入ると高角化した。現在のスーフォールズにおいては、医療、金融、製造業、運輸、倉庫、データセンター、及び食品加工が主要産業となっている。2019年12月現在、スーフォールズの失業率は2.7%で、全米平均の3.9%を大幅に下回っている。2019年には、スーフォールズは、 フォーブス氏のビジネス及びキャリアに良いショートランキングで1位となった。2019年現在、スーフォールズにおける大口雇用主は、下表の通りである。スーフォールズ地域空港に中期中のサウスダコタ空軍周辺の F-16、スーフォールズの玄関口となっている空港は、市中心部の北西約 5.5km。 地域北端に立地するスーフォールズ地域空港である。同空港にはデルタ航空、ユナイテッド航空、アメリカン航空の三大航空会社すべてに加えてアレジアントヤよびフロンティア航空も就航している。また同空港はヘリパッドも併設している。同空港は軍民療養でサウスダコタ空軍州兵の本部よび 第114戦闘航空団が置かれている。スーフォールズには、I、I-29 及び、I、I-90 の2本の週間高速道路が、通っている。I-29 は、カンザスシティから北へ、グレートプレーンズ東円北部を縦断する、高速道路で、スーフォールズでは、市西部を南北に通っている。スーフォールズから南へは、スーシティ。 オマハ方面へ、また北へは、ブルッキングズ・ファーゴ・グランドフォークスを通って、カナダとの国境へと通ずる。I-90 は、大陸を横断する幹線の中では最も北を走る、もので、スーフォールズでは、四北端を通っている。スーフォールズから東へは、ミネソタ州南部を通って、シカゴ方面へ、また西へは、 サウスダコタ州中央部を横断し、ラピッドシティやビリングス方面へと通ずる。これら2本の高速道路は、市北西端にあるジャンクションで交わる。I-29 の支線である、I、I-229 は、市南部で、I、I-29 本線と、また、市東部で、I、I-90 と合流、分岐し、市南部、東部を通る、環状道路の役割を果たしている。 この i-229 の外側に第2の環状道路となる修道100号線の建設が進められている。ダウンタウンにあるスーエリアメトロのバスターミナル市内の公共交通機関としてはスーエリアメトロという路線バスが運行されている。この路線バス網は11系統を有しスーフォールズ市内をカバーしている。加えてダウンタウンには スーフォールズトロリーという、レトロな車体を用いたバスも運行されている。このバスは、フォールズ公園とサーティンスストリートの間を30分ごとに走っている。グレーハウンドと提携している、ジェファーソンラインズのバスディーポは、四北西部、スーフォールズ地域空港の西、I-29 沿いに立地している。このバスディーポには、ミネアポリス方面、ラピッドシティ方面、 スーシティ、オマハ方面、ブルッキングズ・ウォータータウン・ファーゴ方面のバスが発着する。アムトラックの旅客列車は、スーフォールズは愚か、サウスダコタ州内を通っていない。オーガスタナ、大学オーガスタナ大学は、ダウンタウンの南南西約3キロメートル、住宅街の中に100エーカーのキャンパスを構えている。同学は1860年に創立した。 ルーテル協会系の小規模私立総合大学で100以上の専攻プログラムを提供し、約2100人の学生を抱えている。同学は総合大学ではあるが、学生対教授の人数比1に1、クラスサイズの平均は21人という、少人数制の教育や人文科学、社会科学、自然科学、芸術、宗教学など多岐にわたる分野からなり、 多角的にものを考える能力を養うことを目的とする全学必修のコアカリキュラムなどリベラルアーツカレッジの特徴を併せ持っている。オーガスタナ大学は US ニュースワンドワールドレポートの大学ランキングでは中西部の地方区の大学の中で10位以内に入る評価を受けている。オーガスタナ大学の3ブロック北には スーフォールズ大学がキャンパスを構えている。同学は1883年に創立したバプテスト系私立リベラルアーツカレッジで約1700人の学生を抱えている。スーフォールズ大学は中西部の地方区の大学の中で100位前後の評価を受けている。サウスダコタ大学のサンフォード医学校本部、スーフォールズ大学のキャンパスの北西隣には サンフォード・サウス・ダコタ大学医療センターが立地し、サウス・ダコタ州唯一のメディカルスクールである、サウス・ダコタ大学サンフォード医学校の本部が置かれている。同校の基礎生医学部門は、バーミリオンのサウス・ダコタ本部キャンパス内に置かれており、同校の医学生は、最初の2年をそこで過ごした後、スー・フォールズの医学校本部、もしくはヤンクトンや、ラピッドシティの分校で学ぶことになる。 また、四北聖丹、I-29 と I-90 のジャンクション近くには、サウスダコタ大学コミュニティカレッジスーフォールズ校が置かれている。同校では、サウスダコタ大学本校及びサウスダコタ州立大学、ダコタ州立大学と共同で、履修証明や、準学士の学位を授与しているほか、学士、修士、博士の、 各学位を授与するプログラムも提供している。スーフォールズにおける K12 課ほどは、スーフォールズ学区の管轄下にある、公立学校によって、主に支えられている。同学区は小学校23校、中学校5校、高校3校を有している。加えて、プロジェクトベースで学びを進めていくオルタナティブ、教育高校や、多岐にわたる実務的。 技術的授業を開講する職業、技術教育アカデミーも有している。金融関連の専攻、職業を目指す生徒のために、高校にいながらにして、大学レベルの金融、会計学の授業を行う金融アカデミーもある。小学校レベルにおいても、通常の授業と芸術を融合した教育を行う、学校や、先取り学習を行う学校、 スペイン語のイマージョン教育を行う学校もある。これらの学校すべてを合わせて、同学区は約2万4000人の児童、生徒を抱えている。これらの公立学校に加えて、私立学校もいくつか置かれている。カトリックのスーフォールズ市教区は、スーフォールズカトリック学校システムとして、小学校6校、中学校1校、高校1校を置いている。 旧ミネハハ軍庁舎国家歴史登録財に指定されている。ダウンタウンのシックススストリートとメインアベニューの北西角には旧ミネハハ軍庁舎が立地している。地元産のピンク色の形跡を用いて1890年に建てられたこの庁舎は1974年にスーランドヘリテージ博物館として改修。 再開館した。道館は、スーランドと呼ばれるビッグスー川流域一帯の、自然史及び文化史に関する事物を収蔵、展示している。また、道館内にはミネハハ軍歴史協会の本部、及びスーバレー系譜学協会の図書館も置かれている。加えて、道館では、各種の講義やワークショップ、天文学プログラム、館内見学ツアー、子供向けプログラム、 および、伝統音楽のコンサートも通年行われている。ペティグルー邸博物館ダウンタウンのすぐ西に広がる、住宅街、ダルース・アベニューとエース・ストリートの南西角には、サウス・ダコタ州から、初めて選出された、連邦議会上院議員リチャード・ F ・ペティグルーの邸宅が保存され、博物館として一般に公開されている。1889年に建てられた、 このクイーンアン様式の家屋には、ペティグルーが生前世界中から集めた事物が展示されているほか、地域の自然史、文化史が描かれている画を展示するギャラリー、及び、ペティグルーの私文書や五千冊に及ぶ蔵書を所蔵する図書館が併設されている。ワシントンパビリオンダウンタウンのメインアベニュー沿い、イレブンスストリートとトゥエルフスストリートの間に立地する。 ワシントンパビリオンは美術館、科学博物館、舞台芸術ホール、及び映画館が入った複合文化施設である。同施設の美術館である四角芸術センターは8つの展示室を有し、地元サウスダコタ州の芸術家からアンディオーホルやオーギュストロダンに至るまで国内外の様々な芸術家による作品を展示している。 同じ駆動施設内にある科学発見センターは、見学者が実際に触れて学ぶことのできる展示物100点以上を展示している。スーランドヘリテージ博物館の北東一ブロックに立地する資格資料館は、1887年に建てられた倉庫を改装し、2007年に美術館として開館したものである。同館は、 メインギャラリーとフェーズギャラリーの二つの展示室を有し、地域及び国内外の芸術家による作品を展示している。加えて、同館は芸術教室やサマーキャンプを開催しているほか、子供がレゴブロックやバービーハウス等で遊びながら想像力を働かせ、想像力を養うコーナーを設けている。オーガスタナ大学の西部研究センターは、 道学の英文学教授が作ったもので、その名が示す通りアメリカ合衆国西部に関する、事物や書籍を収蔵している。道館は、もともとこの地に住み着いていた、ラコタ族やダコタ族に関する事物や、この地に移入した、ドイツ系、イギリス系、ノルウェー系の移民が持ち込んだ、民芸品等を、常設展示している。 オルフェウムシアターワシントンパビリオンのハズビー舞台芸術センターは地元オーケストラのサウスダコタ交響楽団のコンサートをはじめジャズやブルースミュージカル等様々な舞台芸術の公演に使われているこのホールを本拠地とするサウスダコタ交響楽団は1922年にオーガスタナ大学と合同で創設され1965年に スーフォールズ交響楽団として法人化し、1985年に、当時の州知事、ウィリアム・ジャンクローの一声により厳命に解消した。ジャズやブルースのコンサートやイベントは、スーフォールズ・ジャズブルース協会が主催となって行われている。また、スーフォールズ・ジャズブルース協会は2000年、地元中高生による、 ジャズバンド、オールシティジャズアンサンブルを結成し、以後その指導にも当たっている。このホールでは、パビリオンパフォーマンスシリーズという、教育的要素を含む演劇やミュージカルの公演も、年6回行われる。加えて、ワシントンパビリオン内には、6から18歳の青少年を対象に歌唱、演奏、演技の教育を行う、ダコタ舞台芸術アカデミーも置かれている。 ファウィックパーク内に立つダビデ像のレプリカワシントンパビリオンの運営母体であるワシントンパビリオンマネジメント社は2019年7月1日以降ダウンタウン北部 6th ス t r e e と 7th ス t r e e の中間のフィリップスワベニュー沿いに立地するオルフェウムシアターセンターも運営している同センターの中心的施設である686席を有するオルフェウムシアターは 1913年に建てられた歴史的建造物でもあり、1983年に国家歴史登録財に指定されている。また、同センターには、前述のスーフォールズジャズブルース協会の本部も置かれている。オーガスタナ大学キャンパス内に立つモロセ像のレプリカワシントンパビリオン北側のオープンスペースは、パラディのホーム彫刻庭園として整備されている。 庭園内には、サウスダコタ州の花木が植えられ、いくつかの彫刻作品が展示されている。また、ワシントンパビリオン内には、ダウンタウンに立っている50以上の彫刻作品を、各自歩いてみて回る、彫刻散策路のビジターセンターも設けられている。この彫刻散策路街に立つ著名な、彫刻作品としては、ダウンタウン南東端。 ビッグスー川沿いに広がるファウィックパーク内に立つミケランジェロのダビデ像やオーガスタな大学キャンパス内に立つ同じくミケランジェロのモーセ像が挙げられる。毎年7月末、8月初頭にはダウンタウンの西約 5km に立地する WH リオンフェアグラウンズでスーエンパイアフェアというイベントが開かれる。このイベントは1938年に ウィノナエイリオンが寄付した49.57エカーの土地を会場として始まったものである。会期中、会場では、コンサートやロデオ、家畜賞などの祭事が行われ、遊具が設置され、露店も立ち並ぶ。毎年30万人前後がこのイベントを訪れている。デニー・サンフォード・プレミアセンター・スーフォルズには北米4、大プロスポーツリーグのチームこそ置かれていないが、 カブリーグや独立リーグのチームはいくつか置かれている。野球のスーフォールズ・カナリーズは1993年に創設された独立リーグのチームでアメリカンアソシエーションの南地区に所属している。カナリーズはダウンタウンの北西約4キロメートルに立地するスーフォールズ・スタジアムを本拠地としている。フットボールのスーフォールズ・ストームは二千年に創設され二千九年の インドアフットボールリーグ創設時から同リーグに所属しているチームで2019年現在11回の優勝経験を有している。アイスホッケーのスーフォールズ・スタンピードは1999年に創設された16から20歳の若年選手からなるアマチュアのチームでユナイテッドステーツホッケーリーグの西地区に所属している。ストームおよびスタンピードは 2014年に完成したスーフォールズ・スタジアムの北西隣に立地するデニー・サンフォード・プレミアセンターを本拠地としている。バスケットボールのスーフォールズ・スカイ・フォースは NBA、G リーグの西カンファレンス中西部地区に所属するチームでマイアミヒートの参加にあり、その創設は1989年と同リーグに所属するチームの中では最も古い部類に入る。 スカイフォースは、スーフォールズ地域空港の北西に立地する、サンフォードペンタゴンは本拠地としている。また、サンフォードペンタゴンは、スカイフォースのホームの試合のほか、オーガスタナ大学や、スーフォールズ大学も所属する、ノーザンサン大学館カンファレンスの、バスケットボール決勝トーナメントの会場にもなっている。グレート、プレーンズ動物園ダウンタウンの北端。 使命の由来となったビッグスー川の滝の周辺は、フォールズパークという公園として整備されている。123エーカーの園内には、初期のスーフォールズに建てられた建物のいくつかが残っている。滝のすぐ東側には、1881年に建てられたクイーンビー・ミルという水車小屋の跡地が残っている。 また、同じく滝の東岸には、1908年に地元産の渓岸を用いて建てられ、1974年まで、この滝の水を用いて創業した、水力発電所、スーフォールズ伝統電力会社の建物が残っており、現在は滝を望めるカフェとして営業している。当期の11月中旬から1月中旬にかけては、同園は、 ウィンターワンダーランドと銘打って園内の至る所がイルミネーションで飾られる。また園内には十数点の彫刻作品が立っている。テラスパーク内の日本庭園このフォールズパークより上流にもビッグスー川沿いにはファウィックパーク、ビードルパーク、チェリーロックパーク、リバーデールパーク、ノーリングリーンウェイパーク、パスリーパーク、タットヒルパーク、スペンサーパーク、 トマールパーク、ヤンクトントレールパーク、ファームフィールドパーク、オックスボーパーク、シャーマンパークといった公園が連なり、市中央部を取り囲むグリーンベルトとなっている。シャーマンパーク内には、グレート、プレーンズ動物園があり、北、アメリカからアフリカのサバンナに至るまで、ル・類人猿やアジアの猫か、フラミンゴをはじめとする鳥類等、 絶滅危惧種も含めて130種以上、1000匹以上の動物が飼育されている。陶器のグレートベアレクリエーションパークダウンタウンの北西約1キロメートルコベルコソいに広がるテラスパーク内には日本庭園がある。この庭園は1920から30年代に作られたもので、第二次世界大戦中には中国庭園と名を変えられ、園内も荒らされ、 終戦後も長らく放置されていたものの、1988年に、市当局が改修に乗り出し、復活したものである。この日本庭園は2015年に国家歴史登録財に指定された。また、同園内には、日本庭園のほか野外劇場や、夏季のプールもある。ダウンタウンの北東約8キロメートルには、スーフォールズ市公園。 レクリエーション局管轄の公園としては、最大となる220エーカーの広さを持つ、グレートベアレクリエーションパークが立地している。道園は、当期には14の、格好コース、フリースタイルスキーコース、およびクロスカントリースキーコースを持つスキー場となる。セントジョセフ大聖堂スーフォールズ市民の、約4割は何らかの宗教を信仰している。これは、 サウスダコタ州平均の約6割をかなり下回る値である。しかしスーフォールズ都市圏全体では何らかの宗教を信仰している住民の割合が州平均とほぼ同じである。ミネソタ州と南北ダコタ領州を管轄するカトリックのミネアポリスセントポール広塚サ教区はその管轄下にある9つの市教区のうちの一つを スーフォールズに置いている。スーフォールズ市教区は1889年に創設された。1902年にリード市教区が創設されると、州の西半分は同市教区の管轄区域となった。それ以後、スーフォールズ市教区は、州の水売川伊党を管轄区域とし、約12万人の信者を抱えている。 スーフォールズ市教区の市教座制度であるセントジョセフ大聖堂はダウンタウンのすぐ北西フォースストリートとフィフスストリートの間のダルースアベニュー沿いに立っている。1918年に建てられたこのルネサンスリバイバル建築様式のバシリカを含む西はプレーリーアベニューから東はスプリングアベニューの間。 フォースストリートから南へ、テンスストリートまでの間の地区は、1974年に、スーフォールズ歴史地区として、国家歴史登録財に指定されている。しかし、人口に占めるカトリック教徒の割合は、スーフォールズ地域では、わずか4%にとどまり、スーフォールズ都市圏でも、約15%と、周平均を下回っている。 サウスダコタ州自体のルウェー系が多いということもあり、ルーテル教会の信者が約2割を占めて最大となっているが、スーフォールズ市民に占める割合でも、州平均をやや下回る程度であり、スーフォールズ都市圏全体では、州平均を上回っている。スーフォールズの都市圏を形成する、各軍の人口は以下の通りである。 いかにスーフォールズ市における1880年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。スーフォールズは、いかに都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。